どうもこんにちは、本日は町田までお越しいただき誠にありがとうございます。主催をさせていただいております、早川と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日ですね、茂谷幸介さんと山崎亮さんにお二人に対談をしていただくんですけれども、2年前にですね、学芸出版社様から発売されたお二人の対談集をですね、私も読みまして、当時、会社を退職して今移動八百屋の活動をしてるんですけれども、その移動八百屋の活動を始める前に読んでですね、まあ、いつの日かこの二人の対談を町田で実現させたいなという思いから、今回の企画が始まり、2年越しでこうして、形になったことを、非常に感慨深く思っております。で、今回ですね、私なりのテーマとして自分の町に参加しようっていうテーマを掲げて、告知活動を皆様に手伝ってもらいながらやってきました。で、自分の町に参加するっていうのはどういうことなのかなっていうふうに自分なりに考えてみたんですけれども、一番わかりやすいのが例えば市長選とか市議会議員選挙の投票率だと思うんですね。で、私が生まれて30年になるんですけども、30年前の町田市っていうのは市長選、市議会議員選挙の投票率というのが 65% ありました。で、それから30年経つ間に、つい先日2月に市長選を行われたんですけども、40% にまで落ち込んでいます。で、その間にですね、人口は10万人ほど増えてるんですけれども、町田ってきっと住みやすいんだろうなとか、町田っていい町なんだろうなという思いから皆様引っ越してきていただいたにもかかわらず、そういった投票率が下がってるっていうことは何でかなっていうふうにいろいろ考えてみたんですけれども、やっぱりこう自分の町に興味を持たないといいますか、関心を持たない人が増えているのかなというふうに思いました。私も昔は一切自分の町、生まれ育った町に関心などは持ってなかったんですけれども、たまたま学生時代ですとか社会人になってから地方の、友人が増えまして、で、夏休みになるとみんな帰省してですね、地元の家族と過ごしたり地元の友達と過ごすなど、自分が生まれ育った国を非常に大切にしているなというのを感じる機会が多かったんですね。で、私自身、町田市を見直してみるとですね、今日もお越しいただきましたけど、駅前は非常に都会的な、便利な街にもかかわらず、ちょっと車で10分15分行きますと畑があってですね、農業もできますし、観光ですね、白洲二郎さんの、旧家があったりですとか、小野寺城っていう城の跡があったりですとか、いる里山とかも非常に観光とかで、有名な場所もたくさんあります。で、駅前は商売で賑わっていて、農業とか挑戦できる土壌もある、こうした素晴らしい町に生まれ育ってよかったなというふうに関心を持てるようになりました。で、今回ですね、お二人の話で町田の話が今日出るか出ないかっていうのは何とも言えないんですけれども、お二人の、日本全国で、肌で感じて来られた話をお聞きしてですね、町田市のことだけではなく、自分が皆様が生まれ育った町ですとか、で、今日お越しいただきました町田についてちょっとでも関心を持って今後も見守っていただけるような機会になればいいかなと思います。それではですね、早速ちょっと僕の挨拶もほどほどにして、お二人にたっぷりこれから1時間半喋っていただきたいと思いますので、温かい拍手で、盛大な拍手でお迎えください。